自然の力、人々のたゆまぬ営み、それらが一体となって生み出される阿蘇ならではの実りの世界は、ある一文字に集約された。あるがままという尊さ、善。阿蘇という大自然の力、そこで育まれた数限りない実りと人々のたゆまぬ営み、この風土と向き合い、この風土に育まれてきた技術と志、人は風土の中で輝く善。